筋病理学とは骨格筋の病気を扱う病理学の分野である。大半の筋疾患は病理学的所見に基づいて分類、定義されているため筋疾患が疑われた場合は原則として筋聖剣が適用となる。神経原性疾患や神経筋接合部疾患の診断のために筋聖剣は行わない。神経原性か筋現性かの判断は 両者が混在する特殊な場合を除いてほとんど近伝図で十分である。かつては筋縮性即索効果症でも筋聖剣を行っていたが2019年現在では神経原性疾患の診断のために筋聖剣は行わない。しかし筋疾患と筋縮性即索効果症の区別が困難な場合は行うことがあり得る。筋聖剣でなければ情報が得られないものは 以下の4点である。炎症細胞浸潤や繊維化の情報である。筋原繊維の変成や、グリコーゲンなどの物質の蓄積、ネマリン固定などの特異的構造物の存在など、筋繊維そのものの構造変化ジストルフィン染色など、免疫組織科学的手法で証明される物質の、血損進行性外眼筋麻痺では遺伝子検査は、筋性検材料を用いることが望ましい。 逆に筋疾患であっても筋性検が積極的適応とならないものも知られている。診断的所見が乏しい疾患は筋性検の適応とならない。筋強直性ジストロフィーや顔面健康上腕型筋ジストロフィーがこれに当たる。また血液による遺伝子検査がスクリーニングに有効な疾患では筋性検よりも遺伝子検査が優先される。 デュシャンヌ型スジジストロフィー、福山型スジジストロフィー、GNE ミオパチー、メイントウ型スジジストロフィー、メラス、マーフ、LGMD2A などがこれに該当する。聖剣部位は、都市筋力テスト4レベルの筋を聖剣することが望ましい。特に禁煙など、選択的な筋障害を認める疾患では、MRI で初見のある部位を狙って、筋聖剣するべきである。 また、筋聖剣部位は、アプローチのしやすいさや術後歩行に与える影響も考慮する。成人で成形されることが多い筋は、上腕二頭筋、三角筋、大腿直筋、外側広筋、短肥骨筋である。上腕二頭筋と大腿直筋が好まれる。それは、タイプ1、2A、2バイトの3種類の筋繊維がモザイクをなして1。 三ずつ存在することが確立しているため、筋繊維のタイプの分布以上が評価できるからである。皮膚筋は、神経原生変化と筋原性変化の区別が困難なことがあるため避けるべきである。性腱部位としては、術後の歩行制限が不要であることから上腕に頭筋が好まれる傾向がある。しかし近年は MRI によって、炎症反応がある部位を選択することが多い。 スターによる更新合域や GD 増強効果がある部位である。ハリキンデンズを施行した部位は局所性のエ性炎症反応が起こるため、成形しないことが一般的である。皮膚切開の前にその部位の筋が収縮するか肉眼で確認する。切開部位はあらかじめマーキングし、局所麻酔後皮膚切開する。監視を用いて皮下組織を鈍的に開き、筋膜に到達する。 血管は切断するときは結殺し、皮神経はできるだけ温存する。筋膜はメスかハサミで切開し、監視で筋膜の裏を剥離する。筋繊維の走行と直角に糸をかける。ペアを用いて、筋側を確保し、ハサミで採取する。筋膜を吸収糸で縫合する。神秘縫合を吸収糸で行うこともある。これは、はじめの理解を防ぐために行う。 ナイロン糸を用いて皮膚保護を行い、消毒して終了する。3日ほどは免化する。検体の固定には、ホルマリン固定、新鮮凍結固定、グルタールアルデヒド固定などがあるが、筋病理学では特別な理由がない限り、ホルマリン固定は行わない。筋病理学では、新鮮凍結固定を用いた各種組織化学染色が発達している。骨格筋には、 持続的な運動に適したチキンであるタイプ1繊維と素早い運動に適した側近であるタイプ2繊維の2種類に分かれる。タイプ1繊維はいわゆる赤筋であり、ミトコンドリア内で脂肪酸のベータ酸化による ATP 合成を主なエネルギー源としている。ゆっくりと収縮することから生理学的にはチキンと呼ばれ、姿勢保持に働く、高重力筋は主にタイプ1繊維である。 一方、タイプ 2A 及び2バイト繊維はいわゆる白筋であり、解凍系による栗抗原分解を主なエネルギー源としている。早い収縮をすることから生理学的には側近と呼ばれる。タイプ 2C 繊維は未熟な繊維である。ミオシンアトペース染色で区別される。成人の骨格筋。 特に性権を良くされる上腕二頭筋や、大腿直筋では1、2A、2バイトが、モザイク上に分布しおのうの1、3ずつとなる。2C は、タイプ1とタイプ2の中間的な性質を持つ。2C 繊維は、乳幼児では、正常筋でも認められるが4から5歳になるとほとんど認められない。成人では1%未満である。 筋繊維タイプは、脊髄全角細胞が決定している。タイプ1繊維を支配する神経を切断し、タイプ2繊維を支配する神経による再支配が起こるとその筋は、タイプ2繊維となる。体制期、筋繊維が形成される過程で、筋芽細胞が融合してできる筋間細胞はすべて、タイプ 2c 繊維であり、神経支配を受けて初めて筋繊維タイプが決定する。 従って、標本内にタイプに C 繊維を認めた場合は、神経支配を受けていない未熟な筋繊維の可能性を考える。具体的には筋分化遅延、再生繊維、脱神経のいずれかである。筋分化遅延は、先天性、ミオパチー、先天性筋強直性ジストロフィーなどが該当する。これらの疾患では出生後も多数のタイプに C 繊維を認める。 また再生筋も西繊維となるため、筋ジストロフィーや多発性筋炎などでは長期にわたって西繊維が認められる。また、神経原性疾患で脱神経が起きたとき、神経再支配で筋繊維のタイプが変化するときに西繊維を経由して変化する。筋芽細胞が融合し筋幹細胞を形成する。一部の筋芽細胞は衛生細胞となる。筋肝細胞内で、 タイプ 2C 繊維が作られる。神経支配を受けて、核の周辺移動、規定膜の形成が起こる。その後タイプ1、2A、2倍ト繊維の分化が起こる。消化時は5から10%が 2C 繊維である。筋繊維が、どのようにエシに陥るかは2010年現在も、詳細は不明である。何らかの原因で、細胞膜が壊れ、細胞外液が細胞内に流入することで、 筋繊維は崩壊すると考えられている。細胞外液が細胞内に流入すると、タンパク分解酵素が活性化され、筋繊維内の筋繊維は消化され、エシに至る。筋繊維は、長い細胞のため筋繊維全部がエシすることはなく、通常は繊維の一部であるセグメンタルなエシとなる。筋繊維が消化された、エシの初期は、筋繊維の染色性の低下が認められる。 12時間ほど経過すると単核球や多核球といった炎症細胞がエシ繊維に周囲に認められるようになる。24時間でエシ繊維以内に鈍色細胞が認められ、48時間でエシ繊維は単核細胞で渦漏れてしまう。鈍色細胞はライソゾーム構素を多く持つため酸ホスファターゼ染色で赤染めする。筋繊維以内のエシした部分が清掃された後、 障害から3から4日で、筋繊維は抗塩規制の包体を持つ多角の細胞として認められる。この細胞が金芽細胞のように働き筋再生を行う。筋繊維が再生する状態は筋組織の発生と非常によく似ている。異なる点は、規定膜が残っているため、規定膜内で起こること、また神経支配下であることが多いことである。細胞の役割をするのは、 衛生細胞である。衛生細胞は、筋障害が起こったら速やかに活性化され、筋繊維の変成と同時に分裂する。絵師を起こした後から7日で、大型の核と、後円規制の包帯、明瞭な核固定を持つ再生繊維が認められる。筋繊維の再生は、神経と比べると非常に早く、実験的に絵師させると2週間後には、絵師筋の約半数。 一ヶ月にはほぼすべてが再生筋に置き換わる。再生筋は西筋でありおよそ3週間で白筋、4週間で赤筋に分化する。ただし、これは実験での話であり、実際には西反応が2から3ヶ月続くとされており、人体内での再生はもう少し遅いと考えられている。筋再生の時も筋発生と同様に筋。 文化誘導遺伝子が発現する。皮膚禁煙筋組織の HE 染色。HE 染色は主に基本的な構造変化を見るための染色である。筋病理学の HE 染色で得られる情報は、全体の構築の変化、筋繊維大小不動、筋繊維の絵師、再生、核の変化、細胞振準、内小繊維化、その他の構造変化の変化の7つである。 正常の筋繊維は横断面で見ると多角形で、筋角は周辺部に存在する。成人の場合、筋繊維径は60から80マイクロメートルである。通常、100マイクロメートルを超えると肥大繊維と判定される。筋繊維の大小不動は最も基本的な病理情報の一つである。筋繊維の直径を測定し、最小径から最大径までの分布や平均を 記載する。原則として、障害の程度が強ければ、筋繊維大小不動も著しくなる。ただし、先天性疾患では、筋繊維がすべて小道であったり、筋繊維系が、小型繊維と体型繊維の二方性に分布したりすることもある。また、進行期には、肥大繊維のみが認められることもある。筋繊維の大小不動に、規則性がなく、後半であれば、 近幻性疾患であることが多く、昇格化,化繊維があって、群意識の所見があれば、神経性疾患であることが多い。筋繊維は、数十本単位でまとまって存在しており、このまとまりを筋属という。筋属と筋属の間の間質は、周章という。筋属内の筋属と筋属との間の間質は、うち、鞘という。周章には正常でも繊維以下など認められる一方で、 通常は内鞘には繊維組織や細胞侵入は認められない。そのため内障に繊維組織は認められる場合は病的所見であり内症繊維化と呼ぶ。皮膚筋炎ではしばしば萎縮繊維が筋側周辺部にまとまって存在しているのが観察される。これを筋側周辺萎縮と呼び、診断的な価値がある。ウェルドニッヒホフマン病とも呼ばれる。 脊髄性筋萎縮症1型など先天性の神経原性疾患ではしばしば筋属ごとすべての筋繊維が萎縮しており大群集萎縮と呼ばれる。この疾患で認められる萎縮繊維は丸みを帯びているのが特徴である。一方で筋萎縮性側作効果症などの後天性神経原性疾患では萎縮繊維が角張っておりしばしば昇格化,化繊維と呼ばれる。ただし、 これらの消化化繊維は神経原性疾患において脱神経筋繊維を反映しているものと考えられるがオズヌ化する原因は様々であり消化化繊維がすなわち神経原正変化を意味するわけではない神経再支配を受けた後さらに脱神経が起こるとその末梢の支配領域の筋繊維が数本から数十本単位でまとまって消化化化する これを将軍衆萎縮という。程度が著しく筋属全体が萎縮した場合は、先に述べた大群衆萎縮となる。将軍衆萎縮も大群衆萎縮もいずれも脱神経を反映する重要な所見である。筋繊維へし、再生変化は筋ジストルフィーにおいて最も重要な所見である。筋繊維はへすると、筋繊維細胞質が溶解して薄いピンク色になり、内部に マクルファージが侵入する。これと並行して、筋衛生細胞から分裂した金具細胞がエシ繊維内で分化して、さらに融合し、筋繊維を再生する。再生繊維は盛んにタンパク質を合成しているために、核が大きく、核固定が目立つ。さらには、核や細胞質にタンパク質合成装置であるリボソームが充満しているために抗塩規制に青みがかって、 染色される。再生繊維では、筋核は、筋繊維の内部にあり、内在核という。再生が完了する頃には筋繊維周辺部へ、筋核は移動する。筋ジストロフィーは絵師、再生を繰り返す疾患であるため、一つの切片内で絵師から、再生完了まで様々なフェーズが観察される。一方で、発作性、ミオグロビン尿症などにより一時期に一にエシを、 起こした筋では、筋政検の時期に応じ停止、または再生の一定のフェーズの像しか観察されない、ことが多い。またデュシェンヌマータなど、筋症膜脆弱性を病態とする、筋ジ,ジストロフィーでは、数本単位で絵し、再生繊維がまとまって存在することが多い。内在核は、再生繊維で認められるが、再生繊維以外でも筋核が内在する場合がある。 代表例が先天性ミオパチーの中心核ミオパチーである。中心核ミオパチーでは大半の筋繊維で筋繊維中心部に筋核が存在している。したがって内在核と言わず中心核と表現される。また筋強直性ストロフィーではしばしば多数の内在核を認める。核の数は正常では筋繊維以内に0から3個である。 ここ以上の場合は異常であり筋強直性ジストロフィーなどの可能性がある。また中心部に核が認められる場合は筋ジストロフィーや筋強直性ジストロフィーなどで認められる。炎症細胞浸潤は炎症性筋疾患において重要な所見である。周小内の血管周囲のリンパ球浸潤やエシ繊維を取り囲むようなリンパ球浸潤は軽度のものは 一食い的に認められるものである。多発禁煙や風乳体ミオパチーでは内鞘へのリンパ吸浸順が特徴的で非 S 性繊維を囲むように存在し、時に筋繊維内部にも侵入しているのが確認される。これらのリンパ玉は CD8 陽性の細胞障害性 T 細胞である。サルコイドミオパチーでは周小や内鞘に類上皮細胞とラングハンス巨細胞からなる。 悲観落性肉芽腫を認める。周辺部にはリンパ球を伴う。時に筋線以内に空砲が認められることがある。ポンペ病では内部に抗塩規制で不定型な物質を含んだ比較的大きな空砲が認められる。この空砲はクリコーゲンや細胞質分解産物が蓄積した自己鈍色空砲であり、サンホスファターゼ染色で小染めする。 脂質蓄積性ミオパチーでは、脂肪亡雫の増加を反映して、筋線以内に小空砲を見る。陶原病の内脱分子鎖酵素欠損症などでは、筋症膜直下に中心に比較的大型の空砲が見られる。内部にはグリコーゲンが蓄積している。また炎症性筋疾患では、しばしば血管壁が飛行している。血節性動脈周炎では血管壁のフィブリノイド、 絵師が見られる筋繊維内空法としてはアーチファクトが多いが、タイプ1繊維に数多く認められる場合は、脂質代謝以上の可能性もある。アーチファクトの場合は、冷却が不十分になる中心部に集中し、筋選択性がない場合が多い。メラス筋組織のゴモリトリクローム染色。ゴモリトリクローム変貌は、基本的に特殊な構造物を染め出すための、 染色方法である。細胞内小器官のミトコンドリアやライソゾームが赤染めされるのが特徴である。MGT で染色される。構造物は8個知られている。赤から赤紫色に染色されるものとしては、ネマリン固定、細胞質固定、チューブラーアグリデッツフチドリク法、赤色ボロセニー、抹神経髄症の6つが知られている。また緑色に染色される。 構造物としては、スフィロイドボディと繊維組織の2つが知られている。また、筋繊維は青緑色に、結合組織は緑色に、有水繊維は赤色に染まる。ネマリン固定は、ネマリンミオパチーで観察される。電子顕微鏡では、Z 線と同様の電子密度並びに構造を示す。ネマリンミオパチーは通常は、先天性ミオパチーに分類される。 遺伝性疾患であるが、成人発症、ネマリンミオパチーと呼ばれる一群は、免疫異常などを背景として二次的にネマリン固定を形成する疾患と考えられており区別する必要がある。細胞質固定は、デスミンやミオチリンなど、Z 線やその周辺の構造タンパク質を中心としたタンパク質の凝集体であり、近現繊維性ミオパチーで特徴的に認められる。 ただし、筋原性異性ミオパチー以外でも認められることがあるので注意が必要である。筋原性異性ミオパチーは、ポンペ病やネマリンミオパチーとともに、早期から呼吸筋筋力低下が特徴である。細胞質固定は、など TR 染色では抜けて見える。チューブラー・アグリゲッツは、電子顕微鏡的には筋小胞体由来と考えられる。 感情構造が規則正しく集まった構造物である。MGT で赤染めし、など TR 染色で小染めする。タイプ2倍と繊維にのみ出現する。周期性シ,シュマヒで見られることが多いが、チューブラー・アグリゲッツの出現を特徴とする稀な進行性家族性メオパチーも知られている。MGT では細胞内小器官のミトコンドリアやライソゾームが赤染めする。そのため、 自己鈍色空砲の周回である縁取り空砲の円の部分は赤から赤紫色に染色される。円の部分は細かな赤紫の下流で構成されており、電子顕微鏡で観察すると、この下流1個が自己鈍色空砲な内しその類縁構造物であるミエリン様固定1個を反映している。HE 染色では紫色に染まる。縁取り空砲の空撃は、 多数の自己鈍色空砲が標本作成段階でスライドグラスから剥がれてしまうためにできた人工産物であり、電子顕微鏡ではこのような空撃は認められない。縁取り空砲は様々な筋疾患で観察されるが、特に風入体筋炎、メイントースジジストロフィー、多くの遠異型ミオパチーなどで診断的初見となっている。赤色ボロ繊維は 筋繊維内のミトコンドリア増加を反映して、筋繊維全体が赤色に染色されたものである。MGT で用いられている色素の特性から赤色が強い部分はひび割れてくる。そのため赤色ボロ繊維という名称になった。ミトコンドリアは特に筋繊維周辺部で増加するため、比較的早期の赤色ボロ繊維では、筋症膜直下に赤色の下流が増加したように見える。 赤色ボロ繊維は、ミトコンドリア病の診断的初見であるが、加齢変化でも生じる。高齢者では正常でも認められることがある。MGT では、抹消神経の随鞘を赤く染めるので、近内神経束内の有水繊維の評価に有用である。ただし、光学顕微鏡レベルでは、有水神経が保たれているのか脱落しているかの、 評価はできるが、軸作編成か脱髄化の判断はできない。金源繊維性ミオパチーでは、MGT で緑色に染色される風乳体が、筋繊維に認められる。これは、タンパク質凝集体であり、スフィロイドボディーと呼ばれる。MGT では、繊維組織は緑色に染色される。などテトラゾリウム還元酵素は、など存在下で、ニトロブルーテトラゾリウムを還元して、 青色に発光させる酵素組織化学染色である。などを補い酵素とする各種脱水素酵素の活性を反映する。筋繊維内では、筋小胞体、ミトコンドリア、ライソゾームが主に染色される。ミトコンドリアはタイプ1繊維に多いことからタイプ1繊維はタイプ2繊維よりも個性する。したがって、ミオシンアトペース標本がない場合には簡易の 筋繊維タイプ分別を、など TR で行うことがある。筋小胞体は、筋繊維の周囲を一本、一本取り巻いて分布しているため、など TR 染色では、筋繊維内に、筋繊維と筋繊繊維の感激を結ぶ網状の構造が染め出される。これを筋繊繊維感網という、筋繊繊維網の配列の乱れを見ることにより、 間接的に、金源繊維の配列の乱れを評価することができる。そのためなど TR は主に金源繊維の配列の乱れを評価するのに用いられる。金源繊維網の異常として代表的なもの分野繊維、虫食い繊維、コア、マルチミニコア、ターゲット、パルガトイド繊維、ペリフェラル、ヘイローなどがある。神経繊維のタイプ分別のほか、 神経繊維感冒の異常の検出に優れて、方法であり、セントラルコア病の診断に有用である。分け用繊維は、カルバイン酸遺伝子変異を原因とする主体型、スジジストロフィー2アンペア型の進行期に、典型的に認められる。ただし、他の主体型スジジストロフィーや、ベッカー型スジジストロフィーなどでも認められることがあるので、注意が必要である。虫食い繊維は、 内分泌異常や中毒性ミオパチーなどを含む幅広い金原性疾患で出現する。また、金源の防炎勝負でもしばしば認められる。疾患得意性の低い所見である。コアは典型的にはセントラルコア病で認められる。コア部分はミトコンドリアや筋症胞体を書いているため染色されないが金原繊維自体は存在する。ただし、Z 線が乱れている。 マルチミニコアはマルチミニコア病で認められる。しばしば虫食い繊維との間別が難しいことがある。ターゲット、パルガトイド構造はコアと似ているものの、縦断面で見た場合、コアが典型的には筋繊維全長にわたり、認められるのに対して、ターゲット、パルガトイド構造の長さは様々で、全長にわたることはない。しかし本質的には、同じ構造変化という考えもある。 中心部にはしばしばスフィロイドボディを認める。基本的に疾患特異性はないが、多数認められる場合は、神経原性変化を反映していることが多い。X 連鎖性ミオチュブラーミオパチーでは、ほぼすべての筋繊維が小形で丸みを帯びている。など t r では筋繊維中心部の染色性が増加する一方で周辺部が抜けて見える。これをペリフェラルヘイローと呼ぶ。 先天性筋強直性ジストロフィーの一部でも同様の所見を呈することがある。ミオシンアトペースは筋繊維のタイプ分別のための染色である。核筋繊維タイプのミオシンアトペースが活性を持つための指摘 pH が異なることを利用して一定の pH 下で全処置をしてから活性染色を行うことで核筋繊維タイプを染め分ける。成人の骨格筋。 特に生検を良くされる上腕二頭筋や、大腿直筋では1、2a、2バイトが、モザイク状に分布しお脳の1、3ずつとなる。病的筋ではこれに加えて未熟性を反映した、タイプ 2c 繊維が出現する。アルカリガー pH の前処置では、タイプ1繊維のミオシンアトペース活性が失われ、タイプ2繊維のみが染色される。一方、 酸性側では逆に、タイプ1繊維のみが染色される。pH4.2 付近より少し上げると、pH4.6 付近で、タイプ2バイト繊維のみ中間色で染色されるようになる。タイプ 2c 繊維は、どの pH で全処置しても活性が残る。このような染色性の差を見ることで、核菌繊維タイプを分別することができる。 ある筋繊維タイプが55%を超えるとき、ある筋繊維タイプが欠損しているとき、ある筋繊維タイプが細いとき、西繊維が多く存在する場合は異常である。タイプ1繊維の選択的な萎縮が見られる場合は、ほぼ間違いなく近減性疾患である。特にネマリンミオパチーなど先天性ミオパチーでは、大部分の例でタイプ1繊維萎縮を認める。後で説明する。 筋繊維タイプ群化ではなく、すなわち、神経原性疾患が認められず、タイプ1繊維が55%以上を占める場合は、タイプ1繊維優位と呼ぶが、先天性ミオパチーでは、タイプ1繊維萎縮に加えて、しばしばタイプ1繊維優位とタイプ2倍と繊維欠損を伴っている。セントラルコア病、ネマリンミオパチー、ミオチュブラーミオパチーなどが代表疾患である。 先天性ミオパチーのうち、タイプ1繊維縮を認めるもののネマリン固定や、中心核などの他の先天性ミオパチーの疾患特徴的所見を書く場合、先天性筋繊維タイプ不均等症と呼ばれる。タイプ1繊維縮は、先天性ミオパチー以外にも、筋強直性ジストロフィーや、ベッカー型筋ジストロフィーなど幅広い、筋原性疾患に認められる。 タイプ1と2繊維の小道が12%以上の差がある場合も異常である。タイプ1繊維が細いのは筋強直性ジストロフィー、不動性萎縮、強直性脊椎症候群、微小重力状態などでも認められる。一方、タイプ2繊維萎縮は疾患特異性が低く、肺陽性萎縮、低栄養、中枢神経障害、ステロイドミオパチー、低栄養、 老人、抗原病などで認められる。脱神経が起こると、神経連絡が保たれている軸索からスプローティングが起こり、脱神経筋は神経再支配を受ける。この際、神経再支配を受ける。この際、神経再支配を受けた筋繊維のタイプは、再支配を行った脊髄全核細胞によって規定される。本来正常筋では、異なる全核細胞によって、 神経支配を受けたタイプの異なる筋繊維が、モザイク状に入り混じって分布している。ところが、神経再支配が起こると、近接する繊維が、同一の全角細胞によって支配されるようになり、モザイクパターンが崩れて、同一の筋繊維タイプがまとまって存在するようになる。これを、筋繊維タイプ群化という。筋繊維タイプ群化は、神経原性疾患の証拠になる。 群化の傾向が強いときは、生検菌内全てが特定の繊維パターンになるときもある。ジストルフィン染色や表面マーカー染色を行うことがある。炎症性筋疾患でもイムシーの診断基準に当てはめる場合は必要である。小さい繊維や大きい繊維が多数存在する場合を、筋繊維の代償不動という。筋繊維の代償不動に規則性がなく、 後半であれば、近現性疾患であることが多い。多角形を失い正常よりも小さく三角形になった筋繊維を昇格化繊維という。これは通常では存在しない。繊維があって、軍意識の所見があれば、神経性疾患であることが多い。小さな多角性の繊維を背景にして、はっきりとした円形をし、クロマチンに富む特徴を持つ。 筋ジ,ジストロフィーで高頻度に認められる。筋繊維が大きくなりそれによりしばしば多角形を失う。肥大繊維は代償性の変化であり、しばしば中心角やスプリッティングを伴う。萎縮繊維は筋疾患では丸みを帯びて、神経減性変化では角張っている。萎縮の最終段階では角袋となり、筋減繊維機質を大きく退けた筋細胞内の 各業種が認められる。この段階では、神経原性筋原性の区別はない。萎縮繊維を確認する場合は、その分布が重要である。不規則か、どのような集団を成しているかである。繊維多倍萎縮や群衆萎縮は脱神経の特徴であり、萎縮繊維が金属の一部を成して、収束する。金属周辺萎縮は、萎縮繊維が、 金属の端に並び、萎縮の程度は円に近いほど強い。金属周辺萎縮は皮膚筋炎で認められる。不規則に散在した萎縮繊維は、得意な疾患の特徴ではなく、両方の筋繊維のタイプを含むときは脱神経の初期段階を示す。筋繊維のタイプごとの萎縮もある。タイプ1繊維萎縮は通常は、筋強直性ジストロフィーや、 先天性ミオパチーで認められる。発育障害の結果と考えられる。タイプ2繊維宿は高頻度に認められ、肺腰、慢性疾患、ステロイド治療など様々な状態と起こる。筋繊維の比率は、筋ごとに異なる。しかし三角筋、上腕二頭筋、大体四頭筋、被服筋では、タイプ1繊維、タイプ2繊維どちらでも55%を超えたら、 有意性の異常である。タイプ1有意性は、先天性ミオパチーで、タイプ2有意性は、筋縮性即作効果症で認められる、サルコイドーシス、アミロイドーシス、血管炎などの診断につながることもある。筋内膜のセミイカは、筋ジストロフィーを示唆する。筋ジストロフィーや、炎症性筋疾患では、炎症細胞浸潤が認められる。どんな疾患でも、 最終段階は、筋組織が繊維結合組織や死亡組織に置き換わる。中心核が筋繊維の5%以上に認められれば異常である。再生段階にある筋はしばしば中心核を持つ。核内封入体は、封入体筋炎やメイン等筋型ジストロフィーといった疾患で認められる。肥大繊維で認められる。筋腱移行部では、病的意義はない。 エシ繊維は HE 染色で細胞質が均一化しガラス様になり淡く染まる。柔断像では黄門が消失する。筋繊維に徐々に空砲ができ炎症細胞が否定膜を越えて浸潤する。筋細管内にマクルファージや T リンパ球が浸潤し、筋繊維の近くから再生菌が細胞が出現する。最終的には 血管周囲の炎症細胞が映る。繊維の変性は筋ジ,ジストロフィーや炎症性筋疾患、中毒性筋疾患が特徴である。エシ繊維、変性繊維は神経原性筋萎縮の最終段階としては認められることもあるが、原則は筋疾患を示唆する。再生筋繊維のことで RNA が豊富である。ターゲット繊維は正常標本でも、 特になど TR ではよく認められる。ターゲット繊維はタイプ1繊維であることがほとんどであり、中心に酵素活性を欠き、色が抜ける。その外側は酸化酵素が豊富で、感情に暗くなる。さらにその周囲は正常という構造であり、脱神経で認められる。外側が暗くならない場合は、類ターゲット繊維という。この場合は脱神経の得意度は低い。 マッカードルピオーノ腹やカルニチン血損傷の脂肪がこれにあたる。サンホスファターゼ染色や蓄積物により見分ける。サンホスファターゼ染色により明らかになる。風乳体禁煙で認められる。周囲はカルー状で、HE 染色では抗塩規制、コモリトリクロームでは赤くなり、電子顕微鏡では膜の残雪や中間フィラメントより構成されているのを認める。 筋内膜下や筋原繊維管に周回で存在し、ミトコンドリア菌症に目立つ。ゴモリトリクロームでは赤く、HE 染色では青い。主に異常なミトコンドリアからなり、酸化酵素を多く含み、そのためなど TR や SDH 染色で小染めする。長尾構造では、糖、腹や特に脂肪の蓄積を認める。60歳未満で認められれば、 ミトコンドリア菌症を強く示唆するが、高齢者では、ミトコンドリア以外の障害でも赤色ボロ繊維を散見する。また、赤色ボロ繊維がなくとも、ミトコンドリア病を否定できない。低カリウム性周期性死蜀マヒに認められる。筋病理における、神経原性・筋原性の間別点をまとめる。神経原性変化で重要な所見は、 グループアトロフィーとファイバータイプグルーピングの二つだけである。近現性変化を示す所見は多数知られている。筋繊維の絵師、再生、コアなど、筋繊維の変化、筋角の変化、ネマリン固定などの封入体、タイプ1繊維飲粛、タイプ1繊維優位、うちへのリンパ球浸順などが挙げられる。 近年は神経原性変化と近現性変化の区別を筋病理では行わなくなった。筋ジストロフィー、塩異型ミオパチー、筋強直症候群、先天性、ミオパチー、ミトコンドリア病、炎症性、ミオパチー、ミオパチーなども参照とする。遺伝性ミオパチーは、筋ジストロフィー、先天性ミオパチー、代謝性ミオパチーの3つに分類される。 分子解析が進むにつれ、この古典的分類は意味を持たなくなりつつある。筋繊維の変成と再生により、典型的に特徴づけられる進行性ミオパチー。典型的には超早期に発症し、非進行性、または非常に感情に進行する傾向があり、特有の筋病理変化により特異的な形態学的診断ができる。種としてクリコーゲン、栗光源。 脂質蓄積、ミトコンドリア病を含む。上位ニューロン障害では、肺陽性萎縮を示し、一食い的な2倍と繊維萎縮が認められる。肺ニューロン障害では脱神経による、昇形化、神経再支配による筋繊維タイプ群化が起こる。脱神経によって、筋繊維は昇形化する。昇形化した繊維は正常代の筋に圧迫され、角張って見えるため、昇格化繊維という。 萎縮繊維は群をなす傾向があり、将軍萎縮を示し、進行すると、筋属すべてが、萎縮筋となり大群萎縮となる。大群萎縮は、ウェルドニッヒホフマン病で必ず認められる。また神経再支配が起こると再支配神経に合わせて、筋繊維のタイプが変化する。このため通常は、タイプ1とタイプ2の繊維が、モザイク状に分布するが、その分布が崩れ、 筋繊維タイプ群化が起こる。筋繊維タイプ群化は神経再支配を示す重要な所見である。ありがとうございます。